ね、今回もですね、引き続き篠本さんにお話を聞きたいと思います、はい、今回はですね、まあ、前回は NBA に関わったお話を聞かせていただいたんですけど、はい、うん、今日はですね、初めてやっぱあの伝説バスケットボールの神様とやマイケル・ジョーダン、マイケル・ジョーダンに初めて会った時のお話から、ジョーダンのその心境であったり、うん、はい、まあ、当時、まあ、有名な話だと、まあ、鳴り物でドラフト3位で、はい、ノースカロライナ大学からシカゴブルズ入って、でその時、当時僕の記憶が正しいと、シカゴブルズに、はい、ナンバー0番のオーランド・ウィリッジっていうエースがいたと思うんですよ、はいはい、彼から確かパスもらえなかったり、はい、あまりにもすごい新人が来たん で嫌がらせを受けたっていう話を聞いてたんですけど、実際やっぱりそんな感じだったんですかね、ジョーダンって。あの頃のですね、まあマイケル・ジョーダン、はい、要するになんで3位だったかっていうことですよね、今から考える。あ、なるほど、確かに、その前がトレイルブレイザーズが、そうですね、サム・ブーイ、サム・ブーイでしょ、1位で、アキーム・ラジワンですね、アキーム・ブーイ、それからマイケルでしょ、はい、で要するに、小さかったんですよ。そうですよね、うん、あの頃の要するにトレンドはやっぱりまず大きいビッグマン、ビッグマン、セブンフッターを取ってチームを要するにまず作り上げる。確かに今でいうと早いバスケットボールが主流ですけど、昔はバッコートでもうルックインスタで、ね、ゴリゴリに押しのける、はい、パワーセンター。そうだから、それまでそれで間違いがなく勝ってきたっていうのが、要するにボストンでありレイカーズであるんですよ、ね、ロバート・パリッシュ、はいはい、それでロバート・パリッシュよりもっと前にジョージ・マイカー、ジョージ・マイカー、はい、ロバート・パリッシュなんてもっとずっと後ろだから。なるほど、そういうふうに考えていくとね、やっぱりカリーム・アブドゥル・ジャバーを要するにミルウォーキーから取ったとか。なるほど、そうするとやっぱりロサンゼルス王朝ができていくっていう、一応もう定があったんですね。そう、要するに定義があった。なるほど、ところがだから彼は3番目になっちゃったんですね。なるほど、ところが彼はうん、だからってこういうところがあったんです、まあ、で彼要するにね、シカゴに取られて、はい、シカゴに着いたんですよ彼、はい、ノースカロライナから、はい、要するに、車運転してきたんです、はい、車運転したのかな、飛行機で来た、はい、そしたらね、空港に着いたらシカゴブルーズから迎えに来てなかった。え、あ、もうクルーが、そう、ドラフト1位の要するに彼に対して要するに迎えに来てなかったっていう逸話があるんだ。そこら辺行く？行きましょう、はい、じゃあチーム自体もあんまり要は期待してなかったってことですか？まあ、いつ来るのかなじゃあもうこれがもしかしたらオラジワンとかだったら、はい、あ、もうみんなでウェルカム、ウェルカムはユナイテッドセンターってこういう感じでしょう。はあ、ところが来なかった。で、その時にね、あれ来てねえやってまたジョーダンも田舎の学生だったから、来てねえって、どういうふうに言ったらいいかな、まあいけるかなと思った時に、なんかそこに、白人のお兄ちゃんが歩いてきて、で、その彼がですね、ジョーダン見て、おい大きいな、何やってんだいって、うん、今度はシカゴブルーズに入るんだけどねって、おお、名前なんていうのって、ね、マイケルって言うんだって、あ、そうか、でブルーズの事務所知ってるっていうような会話をしてたというような話をね、こうあったんですよ。それはもう要するにその白人のお兄ちゃんから聞いたから。あ、その、え、話しかけた、はい、えで、それはその後ずっと続けるとですね、そのお兄さんがですね、彼に話して、で、あ、じゃあ俺リムジンの運転手なんだけれど、要するに客がね、今日来れなくなっちゃったっていう連絡がさっき入ったんだよ、とかドタキャンを送らせた。そうそう、それで、しょうがねえ、どうしよう、帰ろうと思ってた時にあんたに会ったんだよねって、じゃあ空いてるからお前乗ってくって言って、要するにブルースの事務所までに連れてった。こういうね、美しい物語があります。いい話ですね。いい話です、ね、ジョーダンとしては、はい、ちょっとね、なんでチームのやつで迎えに来ねえんだよってところありますよねそれはものすごいムカッときたんじゃないかなとは思います。なるほど、しかしまあそれも人生というような感じでしょう、はい、それでその時のその、うんちゃんの名前はジョージ・コーラ、ジョージ・コーラ、はい、だからその後ずーっ
そう、いまだにそうだと思うけど、運転手ですね。運転手じゃなくてね、はい、マイケルのアシスタント、秘書みたいなことやってる。え、そこからですか。で、だから、あの仕事の面は要するにあのすごいこのね、まあ、マネジメント会社がやるけど、はいはい、そうじゃない個人的なのは全部彼を通さないとできない、ジョージ・コーラですか。はい、やば、もうコーラの T シャツ着ますよ、これ。本当に。ジョージ・コーラの T シャツ着ますよ。コカ・コーラの缶が着てってダメだよ。はい、いや、アーズ着ますから、ちゃんと。そうか。それで、彼はそれで、だから、面白いのが、あの NHK の、要するに、アシスタントをやってた、はい、あの通訳をやってた、はい、あの若井君っているんですけど、はい、すごくその彼は、マイケルと仲良くなったんだけど、マイケルにから何か聞かれるんだって。あの日本でこういう、ま、あのヘッドフォンとかいいのが出てるよねって、はい、なんとなく言うから、じゃあ買っておこうかって言ったら、あのお願いできるって言われるんです、はい、でそれは全部ジョージに渡す、エージェントに渡しても届かない。なるほど。でジョージに渡すとスッと届く。そうするとすぐあの連絡がまずあのまだメールなかったような感じなんですけど、やったメールないでしょ、ね、はい、であの俺の言葉が何気なく流れてきて、で、実使用のシューズが降ってくる。うわ、羨ましい。ジョージになりたかった。羨ましいですね、当時の。ジョージじゃないよ、その NHK のその。あ、なるほど。彼。なるほど。うわ、羨ましいですね。そんなような話ってあんまり喋ったことねえし。はい、まあ、知らないですよね、島本さんしか多分そういう話は。はい、そうなんですね。じゃあ当時シカゴブルズそこまで期待してなかったんですね、ジョーダン。してないしてないしてない。でもナイキは一応破格のオファーを出して、一応スニーカー界では、うん、いやいや、それはあの活躍し始めてからだから。あ、ナイキだってさ、そんな196センチ、まあ、198?1 とかですね、はい、そのぐらいの人間に、要するにあそこまでやるとは思ってないもん。ああ、そうなんですね、うん、なるほど。でそれがだん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 なんか化けてきたから、それって実際シーズン始まってどれぐらいで、この人こいつやべえな、まあ、1試合目から確かかなりの点数取ってるんですけど、冗談で、うん、取ってるけどね、やっぱりね、1年は見てみなきゃななんていう感じだった。あ、やっぱり2年目のジンクスみたいなのありますもんね。あ、一応新人王を取りましたけど、はいはいはい、まあ、2年目はもしかしたらこけるか、まあ、確か実際怪我してますもんね。怪我してかなり休んでるよね。休んでます。2ヶ月か3ヶ月、はい、休んでます。それから、まあ、取り戻したけどね、すごいね、はい、だからあの頃だからずっと見て、うん、マイケルってどうなのかねみたいな僕らも思ってた。あ、やっぱまだじゃあそんな、そう、今見たく1年目からすごかったみたいな話になってるんですけど、神様みたいなのが誰も思わないって。あ、やっぱそうなんですね。それであのシューズが出た時もあれ2年目ぐらいかな、僕も当時覚えてるんですけど、うん、あのなんか今ではすげえ売れたってなってるんですけど、うん、カゴに転がってた記憶なんですよね、アメリカの、うん、あのね、何しろそれまではコンバースの、はい、要するにキャンバスでしょ、はい、で、それで白、はい、白です、はい、そうですね。で、それが要するに当たり前だったのは、なんか真っ黒で赤くて、はい、歌舞伎の熊取りみたいな感じのシューズだから、はい、なんだこれって僕ら思ったわけです。あ、やっぱそうなんですね、はい、で、これが売れるのかいなって言ったら、その後のマイケルの活躍でガンガン。なるほど。それで2は出るわ、3は出るわ、4は出るわ。そうですね、確かに。ああ、そうなんですね。そういうことなんですよね。なるほど。で、マイケルで成功したもんで、他の会社、まあ、ナイキもその後の選手を探すし、はい、他の例えばユーイングが出たり、そうですね、ユーイングなんてのついでのもんですね。まあそうですよね、確かに。うん、そうなんですね。なるほど。でも1回目の、まあ、オールスターとか出て、はい、スラムダンクコンテストも出て、はい、1回負けてますもんね、うん、確かドミニク・ウィルキンス。そうそうそう。で、僕あれはね、要するに今までドミニクに勝たせてあげたいねっていう、え、あ、そういうちょっと選手で、そういうのがありました。え、じゃあもしかしたら新人に勝たしちゃまずいでしょと。え、じゃあもしかしたらあれ勝ってたかもしれないですか。あ、勝ってると思いますよ。僕ら見てた時はこれマイケルじゃねって。あ、じゃあ当時のそのスタジオでは、はいはい、ブーイング的なの起こってました。怒んないね。あ、いや、まあ新人で、まあそんなもんだろう。ああ、なるほど、はい、だからマイケルでさえそういうような扱いをされた。だけどほら、大人の振る舞いをちゃんと知ってるマイケルだから。なるほど、なるほど、ね、じゃあ当時今も変わんないですね、ちょっと政治的な感じで、はいはい、覆っちゃうみたいな、はい、どこでもあります。そうなんですね。
で、ちょっとずつ、まあ、2年目怪我して、はい、で3年目またオールスター出るじゃないですか、すね、でまたウィルキンスと戦うじゃないですか、はい、その時はもういいか、まあ、その時はもうあの一度ドミニクも勝っとるし、そろそろマイケルじゃねって、そんな感じなんですか、はい、え、じゃあもう実質ちゃんとダンクで決め、優劣つけてないん、まあもちろんありますよ、ただだけどほら、フリースローラインからジャンプしてとかそういうのが出てくるでしょ、はい、ドミニクそれできない、まあそうですね、もう見たことないですね、うん、まだドレクサーぐらいですもんね、うん、本当ヒューマンハイライトフィルムと言いながら、そうですね、もう今ヒューマンハイライトビデオだろうって言ってるのに、今やヒューマンハイライト DVD、 そうですね、ブルーレイが SNS ですね、言っちゃわなきゃいけない、そうですね、なんでわけわかんなくないんだ、だから俺困ってんじゃん、ついけなくて、スマホ見てこれどうしたらいいんだ、なるほど、そういう時代の変遷はありますね。僕はあの話聞いたんですけど、やっぱそのマイケルが次そのスラムダンクでここで一回話してるんですけど、僕のチャンネルでは、はい、あのダンクを決めかねてて、どんなダンクしたらいいかみたいなのを、なんかそこの日本人と島本さんが座ってらっしゃって、はいはい、でどういうダンクしたらいいんだいみたいなことを、それはね、な初年度だったかな、あ1年目ですか、1年目ですよ、1年目にあのシカゴでねインタビューしたことあるんです、あ冗談ですか、冗談で、その時にあの逆に東洋的なダンクってのはどんなもんかなって説明困るよね、確かにそれは自分で考えろよと、お前の、まあ、そうエントリーしたの自分だし、そうそう、それとだからあのどんなものが受けるのかっていうふうに言われても困るよなっていうような、あすごい、こうだけどやっぱり彼はすごいそういうことを常に新たなものを求めているっていう、それがまたできちゃうからね。で途中から入ってきたのがジュリア・サービングが、はい、みたいな話を僕ちょっと聞いたんですけど、ジュリア・サービングがあのそもそもスラムダンクコンテストっていうのはあの要するに派手に見せるっていう、はい、意味合いがあるじゃないですか、はいはい、それですごくみんな喜ぶわけですよね、はい、あの普通、アメリカ人だってそんなできる人はいないわけだから、はい、だからそういうのは要するに派手に見せるのをやろうよって言った時に、あの下でジャンプしてボコーなんていうのはいくらでもいる、確かにそうです、試合でもその時に、はい、あのドクター J は要するにフリースローラインからジャンプしてさーっとこう伸びてね、はいはい、トマホークダンクをバカーンと決めるという、はい、あのジュリア・サービングとも仲良かったんですけどね、僕ね、マジっすか、はい、というのは なぜかって言ったらね、あの、ジュリアスが日本にあの来た時、はい、あの要するに紹介文を書けと、はい、ジュリア・サービングの紹介文の原稿を書いてくれませんかとこう来たんです、はい、だからその時もういいですけどって、書いた、その時に僕はこういうフレーズで書いたんです、あのスラムダンクいろいろあります、しかしスラムダンクをアートの位置まで高めた人がドクター J です、はあ、そうしたら彼が痛くね、そのフレーズに気に入ってあれを書いたのは誰だと、はい、ね、いうわけですよ、誰ですか、であれを書いたのは誰だとか僕だけどって言ったら、うん、お前がありがとうって握手してくれて、へえ、その後からもうはいドクターっつってこうやってるわけですね、もうドクターとカズの中ですか、はい、そうですね、マジっすか、そんな風になった、でその時にねドクター J はね絶対 T シャツにサインしなかったんです、というのは書きにくいから、あブレちゃってブレちゃって、あなるほど、こうやって押さえてなきゃいけないでしょ、ところがドクターごめん、うちのせがれがあって、あの要するにシクサーズ6っていう、はい、こんなちっちゃい T シャツが、はい、それがこれにうちの息子のためにと思って待ってて、やだよねって言ったら No problem、 じゃあもしかしてそれが最初で最後の T シャツのサインのかもしれないってことですね、まあ、すごいですね、今はもう大安売りしてるかもから、まあまあでも当時ではやっぱり、ね、はい、すごいですね、それはまだ我が家どっか奥に入ってまだ、あ、もう変なポイントになってんじゃないですかちょっと話聞きました、いろんなところいろんなすごいも転がってるって話聞きましたよ、はい、あ、そうなんですか、だからまあ本当にマイケル・ジョーダンの前は、ドクター・ジェーンですから、まあそうですね、なるほど、でもまだその頃ってジョーダンって日本では多分ほぼ無名ですよね、無名ですね、はい、どれぐらいからちょっとずつこうジョーダンが日本に名前が来たって感じました、やっぱりあれでしょう、
あの、ドリームチームって。あ、やっぱバルセロナ、1992年バルセロナオリンピックから。なるほど。その前からガーッと上がってはきたけど。なるほど。だから、あの、要するに、バスケットボールっていうものが一般的に広まるっていうことに関しては、なるほど。やっぱり一般近所の、あの、ばあちゃんとかじいちゃんとか、それから、あの、普段仕事をやってる人たちが、僕がバスケットやってるっていうのは知ってるわけですよ、はい、でたまたま NHK で喋ったから時々見たら、はい、いるねみたいな感じで言われてた、はい、だけどその時に翔さん、あんなバスケットってありかいってこう言われるのね。なるほど、うん、そういう方々でも知るようになった。そう、知るようになった。はあ。で、だってこうもうレイアップでいけるのに後ろでパッとパスを、そうですね、わざとあえてやって後ろからバーンってやるって。確かに。ああいうのありかいっていうか、で、あれはすごいですよねって俺もう何の説明もしてない。いや、そうですよ、見たら分かりますからね。すごいよねって。なるほど。いや、あれがバスケットなんですよって言ってるだけで済んだからすごく楽だ。確かに、まあ、そのことはですね、次の機会にちょっと聞こうかなと思うんですけど、実際それまではまあ優勝なかなかするのに大変だったじゃないですか、はい、そうですね、いろんなあのピストンズの壁があったりとか、はい、ニックスの壁があったりとか、そういう時っていうのはなんか冗談とかにインタビューとかされてるんですか、やっぱり。してますね。あの冗談ルールとかで、はいはい、結構苦しめられたじゃないですか、はい、2年間ぐらい、はい、でアイザイア・トーマスとかでデニス・ロドマンとかに結構怪我されるぐらいのファール受けたりとか、はい、っていうのは実際当時はどうだったんですかね。やっぱりあのこれは新人に対する、若い人間に対する教育だなと思ってるって言ってて、ジョーダン自身が、うん、でも人間できてるんだ。いや、だからね、あの例えばラリー・バードは、あのラリー・バードはマジック・ジョンソン、マイケル・ジョンソンでしょ、はい、この3人がまあ一応ね、あの順当に NBA 中高の祖みたいな感じ、はい、まあ、顔として引っ張ってきた、はい、でラリー・バードは本当に田舎の朴訥な真面目な青年、はい、ね、それでもう努力の人、はい、ひたすら努力してあの位置まで行った。マジックはもうそこら辺に歩いてるのに、はい、めーんなんて言いながら、まあちょっとチャラい感じ、チャラい、はい、チャラくて、まあ本当に女の子と見たらスリスリっていう、どこ投げてもストライクだみたいな、はい、そうですね。それでところがマイケル・ジョーダンは一つずつ言葉を選んで真面目に答えるっていうタイプでしたね。若い時からメディア対応も完璧で、でなんか僕とかだったら、例えば、いや、あんなのバスケじゃないだろ、もう格闘技だろみたいな、あのファウルの仕方はって言いそうじゃないですか。でも実際言ってる人たちもいるじゃないですか、フェアプレーじゃないとか。だからやっぱりそれはやっぱり親の教育なのかなって思うよね。 なるほど、うん、どうもほら、なんかへんてこなことをやるやつ見ると親の顔見たいよって。あ、言いますね。言うでしょう。確かに。だけどお父さんもそういうきちんとした方だった。なるほど。もうじゃあちっちゃい時から教育されてて、ファミリー、家庭でじゃないですか、まあ、スポーツ一家ですもんね、はい、そもそもだから、あの本当にこれからの日本のね、あの子供たちもやっぱりそういうのをきちんと意識してないといけないのかなと。ありがとうございます。いい締めの言葉いただきましたね、じゃあ次回はですね、はい、初めてジョーダンが優勝した時、はい、まあ、91年から、はい、だからまあバルセロナオリンピック93年の、まあ、フェニックスサンズのところまでの話をちょっと聞けたらなと思ってます、はい、またお会いしましょう、はい、バイバイ。